皆さんこんにちは。こんにちは。いばきら TV つくば支局加山がお届けいたします。今日は、ゲストに監督の芦名実さんをお迎えします。イエーイ。茨城県産アニメーションアグガルの監督の芦名。イエーイ。なかなか進まないですね。なんかこの声よく聞いたことあるんですけど、なんかいばきらとかによく出ていらっしゃる。気のせいです。あ、そうですか。ということで今日はいばきら TV の、はい、9月からやっておりましたアグカルコラボ の漫画コンテストの審査をしていただくということで、うん、そうなんですよ、はい、ご覧の通りたくさんのご応募がありまして、ありがとうございます。もうこれね、入りきらないぐらい本当はあるんですけれども、この中から選んでいただくということで、気になった作品とか結構本当に今回すごくて、力作がたくさんあるんですけど、本当ネタを狙ったものから真面目なものまで、はい、ほうほうほう、気になったんでちょっといくつか紹介を、今回審査員の人たちでなんか点数をつけて対象が決まる、はい、ウルトラブックがもらえるらしいんですよね。ですね。熱い商品ですね。ということは俺が欲しい。ウルトラブックですよ。ウルトラですよ。欲しいですよね。誰か例えばこの人が対象ですとか言ったら、その人はウルトラブックがもらえるだと思います。選びたくない、嫌だな。はい、茨城の米日本をかける、これ結構面白い、いっぱい飛んでるという。そう、あとはね、これ気に入った、稲刈り行こうぜ。あ、なんか今暑いですね。今これね、これが狂気だよね。稲穂ちゃんいっぱい狂気系ね、こういうのもあって、狂気ってなんかね、みんななんか狂気好きなのかな。そうですね、キャラクターいっぱい同じやつが入ってるって多いですね。写真と絡めてくださった人とかもいてですね、こうやって多分お家で撮られた写真ですかね、それを応援してて、個人的にはこういうの微笑ましくて、ね、僕は好きですね。絵を描いていただいたのかな。あ、なるほど。絵を描いていただいた人たちも、ね、で一方ですね、すごいデザイン的にすごいっていうのもあって、これすごい。あ、なるほど。うめえな茨城って言って、デーゴロがいっぱいいるんですが、はい、みんな同じかと思いきや、ここのデーゴロだけメロンと干渉持ってんだよ。あ、なるほど。なんかすごいちゃんとデザインを分かってる人っていう。同じようにこれマジですごい。これなんか可愛いですね。これすごいのよ。このアグカルエディターで作ったキャラクターの体が切れてる部分とかもあるんだけど、はいはいはい、それを見せずに米っていう字を表現してる。こういうのとかね、やっぱり面白いですね。食欲、茨城を食べて食べて食べまくれ。あとね、うまいといえば、うん、キャラクター自体は絵が何枚か決まってるから、はい、それ別の絵ってのは用意できないんだよね、うんうん、なのにこれね、愛噛みしめてますか、うまいって言ってるんだけど、この口のところね、これ実はこんな絵はないのよ。カプって食べてる口の絵、ほうほうほう、これはカッコの文字を重ねてるんだよ。フォントを重ねたんですね。そうそうそう、フォントを重ねたの。あら、なかなかこれすごいね。これセンスあるなと思って。発想力がいいですね。あの、このセンスの人ちょっとうちで働いてください。ブラックですけど。あとはネタ系とかだとこれですかね。あの、ねえ今日のおやつ蚕の幼虫でいいよねってやつ。断固断るって。俺これすごい気に入ったんですけど、 100% これウルトラブックもらえないんで、ちょっと僕が褒めときます。絶対もらえないです。すごい個人的にはこれとか、すごい農家さんのちょっと幅広がったけどいっかってね、これすごい農家さん農家さんだけのならではなネタであったりとか、もうみんなにウルトラブックあげていいよね。そうですね。俺もくれてもいいよね。僕も欲しいですね。でしょでしょ。2台ずつぐらい欲しいよね。インテルさんがもっといっぱい頑張ってくれれば。そうだよね。これみんなにあげればいいじゃんね。ダメかね。ちょっと気になったものがなんかいくつかありましたね。先行に残ってないんで、先行には残せないけど気になったものが気になったんで、一つ目、じゃん、はい、じゃじゃん、絵を描いてくださってるんですよ。これはすごいですね。アグカル的には感動なんですね。これは本当ありがとうございました。もうありがたく私たちの制作ね、意欲にね、にょーっと生かしていただきますんで、はい、JC 女子中学生にも人気、茨城の水戸納豆ってね、土浦市土浦花子さん、個人的にはね、こういうの嫌いじゃないんです。こういうセンス。ね、最初はどうかなって思ったんですけど、今はもうやみつきですねみたいなね、もうなんかすごい個人的には好きです。イバキラ向きというよりですね、アグカル向きっていうか。あ、そうです ね, ね、これとかですね、もう意味わかんないけどすごいよ。安心安全金どこ、金ですね、苗どこじゃなくて金どこ椎茸って言って、すごいんですよ。これ書いてくれましたね、力作ですね。すごいんですけど、はい、実はですね、アグカルエディターを使うと、この左下に
ここですね、アグカルのマークがつくんですがないんですね。ということはこれはただのイラストです。あのこれこれね、おはがき募集やったら絶対なんかもらえるはずなんですよ。そうですね、100% 書いてますからね。これすごいんですよ、なんかシュールながら可愛いので、はい、これちょっと個人的になんかしたいですね。そうですね、すごく絵も可愛いし、あのただちょっと今回の企画で言うとこれに賞をあげるとアウトということでですね、残念残念です。でこれになるともう意味が分かりません。マークもなければすごいですよね、あのヘーベルハウス以来のねはーいって感じの。これちょっとなんか気になる、ほら T シャツとかにしたアグカルの中にちょっと入れても出してもいいよね、こいつ壁にちょっと書いてあるみたいな、壁の落書きでなんかだってもうすげえいい笑顔じゃん。ダメですか、これはやばいね。これはいいですね、これただアウトです、アウトです。これ見てる中でこのお二人だけはアウトでしたから、他の方々は楽しみに結果をですね、はい、スタジオの方にお願いしようと思います。はい、たくさんのご応募皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。バキラ TV 開局1周年記念企画として、審査員の皆さんにこれ選んでいただくということで、結果がすごい楽しみですね。はい、これからもイバキラ TV ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ちなみに監督5話っていうのは5話第5話っていうのはもうちょっとしたらこれだけいただいたんでもう年内には必ず、ね、年内ですか、年内遅いじゃあ11月ぐらいになんとかね、レタス、これキャベツだよね